はい、水口です。今日テイク3目です。カメラの設定を間違えてもう一回撮り直します。α7R3 で撮ってるんですけど、まあ後ほど見せる映像でスロー&クイックモーションっていうモードがあって、スロー映像を撮ったんですよ。で、そのモードのまま、映像収録をしてしまって、5倍スローでずっと会話を撮ってしまって使えなくなってしまったという。で、今日は本当は仙台にいる予定なんですけど、天候不良で、まあ、今日八王子も雨になって、まあ、最後ね、最初の映像と最後の映像、これからまた編集するときにそういう風に構成しようと思ってるんですけど、雨の映像があったと思うんですけど、八王子もすごい雨で大荒れみたいです。で、台風も近づいてて、しばらくちょっと雨模様になるのかな。あの週間天気予報は見てないですけど、でね、どうも去年から遠征に行こうと思うと荒れてしまうのは雨男がいるかもしれません。雨男さん、なんとかしてほしいですよね。本当この2日間行けなかったのは、まあ雨男のせいじゃないですよ、言っても。でもそういうのってあるんで、なんかね、何かこう変えるきっかけをつかまないとずっとこの調子なんですよ。大阪に小川健太郎っていう超絶雨男がいますけど、本当に雨が降るんですよ。あの晴れって言ってたのに雨が降るんですよ。それぐらいの男がいるから、やっぱりそういうのってあると思うんですよね。迷信とかね、そのって言われそうですけど、人知を超えたね、人が知り得ないことって実はたくさんあって、やっぱりバカにできないことだなと僕は思ってるんですけど、人間が何でも知ってるっていうのはおこがましい。知ってるわけがない、人間が理解できないことってまだ地球上にたくさんあってですね、これはなんでこうなるんだろうっていうことはまだまだたくさんあるので、きっと雨男っていうのは何かが作用してるんでしょうね。だからそれちょっと、雨男だって、雨女って言われてる人ってきっといるでしょう。何かあるんですよ、原因が。で、僕も何かついてないなとか、特に魚釣りですかね、魚が本当に妙に釣れない時とか、お祓いに行きますけど、そうするとスカッと釣れるようになったりしてですね、人間の気の持ちようでいろんなことが動くと思うんですよね。面白いですよ。なんかこう多くの人がそう思ってるとそうなるみたいな。ね、だから本当ね、ちゃんとロケが行けるように天気が持つようなね、状況になりたいです。もうほんと今回は参りましたね。2日間だからもう丸々開けて、その前の日まで仕事ぎっちりやって、準備もして、ホテル予約して、船予約してね、臨もうとしたのに全部おじゃんですもんね。何しよっかなって。今日はずっと部屋の片付けとか他のことやってましたけど、仕事はもうやることないぐらい全部片付けちゃったんで、ね、参りますよね。今回はホテルのキャンセル料がかかっただけという感じです。で、今日何をやろうかと考えて、まあ、さっき撮影をミスったんですけど、写真を撮って画像加工、まあ RAW 撮影っていうのがあるんですよ。 RAW RAW 要は生ですね。この間RAW デニムの第4弾を発売したんですけど、
要はデジタル写真で撮るとき JPEG で撮るわけではなくて、まあ JPEG ってわかりますね。わかんなかったらちょっとググってください。それぐらいはググってください。 JPEG で撮るんではなくてロー形式で撮って、まあそのままの写真のデータっていうことですね。生データで、それを現像するという過程、まあ現像する過程、現像する過程、加工、加工はこうした方がいいですよみたいな、こうした方がいいですよっていうか、こうできますよみたいな話ですね。というのも僕は写真をほぼ加工しないですね、基本的に。で、妙に加工しすぎると気持ち悪いし、明るさとトリミングぐらいなんですよね、イジって。だからこういうことができますよと。まあ、あの、いろんな写真の撮り方もあるし、写真の技術もあるから、写真の加工って覚えておいても、無駄にはならないし、まあ、初めてライトルームを使う人、ライトルームっていうソフトの説明をするんですけどね。ライトルームはどう使うかわからない人って結構いるんじゃないかなと。僕も、もう、試行錯誤で覚えて、実際にこう、毎日写真は撮ってるんですよ、僕は。毎日写真撮って、ライトルームで見て、ふーん、みたいな、なるほどね、みたいな感じでやってるから覚えられたんだけど、毎日いじらない人は、これどうやってやるんだろう、みたいなところがあると思うんですよね。だからそのあたりをね、ちょっとお見せしてもいいかなと思います。で、そうですね、どうやって撮ろうかな。さっきはね、ちょっと画面キャプチャー、クイックタイムで画面キャプチャーしながら撮ったんですけど、まあこの後 PC 画面のキャプチャーだけで音声を、音声も内蔵マイクで撮りながら喋るっていうシンプルな形に しようかな。ね。うん。それでいいかな。はい。ということで、写真もね、僕が撮った写真じゃなくて、息子が撮った写真で、まあ、素人が撮ってるから、写真も、未熟な感じなんですよ。だから、それを加工するっていうことで、なるほどっていうところがわかるかなと思うんで、それを見てみようと思います。それでは、どうぞ。はい、ライトルームの使い方ですね。このソフトが Adobe Lightroom Classic CC という名前の、写真、これなんていうのかな、加工ソフトっていうんですかね。JPEG でもローデータでも読み込める、まあ、いろんな写真の形式が読み込めるソフトで、で、まあ、写真の整理もできるんですね。この左のバー、今こう動いてますね。左のバーを見てもらうとわかるんだけど、この写真のデータには、この日付の情報、時間の情報も入っていて、そのデータをもとに、このライトルームはアルバム化してくれると。日付ごとに。この2017年のやつが入っていたりとか、このライトルームだと一番古くてですね、この辺かな。あ、2003年から入ってますね。ね、子供の時、うちの子供がちっちゃい時の写真が入ってますね。で、この写真の枚数見るとわかりますけど、これトータルですね。3つの大きなフォルダーに分かれて僕は整理しますけど、35万の48万、49万か50万枚ある感じですね。こんな感じ。写真データが。で、これすべての写真が現像されているわけではなくて、ローデータが、Adobe の DNG という、データで保存されています。で、すべての写真が世の中に
世の中に出てきたわけではないですね。みんなにも見せてない写真がたくさんあると。50万枚ありますからね。で、今回は、まあ、このライトルームっていうソフトが、これはね、月額ね、僕はいくらだったかな。月額何千か払って、テロップ出してきますけど、何千か払って、すべてのアドビのソフトが使えるプランで入っていると。それがね、CC っていうシステムなんですけど、写真だけだったら、カメラマンプログラムだったかな。このテロップ出してきます。今、うろ覚えで話をしてるんで。800円ぐらいで、ライトルームと、フォトショップだったかな。フォトショップが使えるプランがあるんで、カメラを撮る人はね、そのプランがいいかなと思います。はい、で、今回はもうすでに写真を読み込んでいて、これ、アルファ9で撮った、息子が撮った写真ですね。で、息子が撮った写真なんで、だいぶ危ういんですよ。で、この写真をもとに、説明していければいいかなと。で、最終的には、まあ、JPEG の写真に書き出すまで。写真をね、JPEG に、JPEG という形式にして、データ化することを書き出しっていうんですけど、そこまでを説明しようかなと思います。でね、説明する上でね、縦位置の写真が説明しやすいので、この辺の写真でいいかな。はい。この写真にしましょう。はい。で、まあ、通常こういう感じ。で、加工する前、元写真と加工したらこうなるという比較ができるモードもあって、この下の、ここに、ここが一番左が、どんどんこう変わっていくんですね。1枚だけ。加工された状態が次々と表示されるモードですね。で、こう、RA っていうのは何だっけな。RA っていうのはね、他の写真と比較するモードですね。だから、例えば、他の写真をこう、ドロップすればよかったんじゃないかな。ドロップできないね。写真をフィルムストリップから、フィルムストリップって書いてあるにしては、比較できませんね。どうやってやるんでしょうね。フィルムストリップ。こっちから。フィルムストリップ。これ僕自分が分かってないけど。はいはいはい。これでいいのかな？これで、ならないな。フィルムストリップ。これ分かりませんね。僕も分かりません。で、まあこれいいや。あんまり使いません。で、この YY って書いてあるのが、左が元画像。で、右が加工されたらこうなると。だから右側がどんどん変わっていく感じなんですよね。で、まずですね。簡単なところからどんどん行きましょう。長い話になっていくんで。この、露光量っていうのが、もう単純に言うと明るさです。マウスでこの、ボタンっていうかカーソル、これをクリックしてドラッグするだけですね。スライダーですね。スライダーをクリックしたままこう左右に動かすとこう明るさが変わると。こう歴然と左と比べながら見るとわかりますね。ね、これでちょっと暗かったアンダー気味の写真がこう明るくなると。ね。で、明るくなる。で、コントラストっていうのはこれはね、光の量が違うわけじゃないですか。それぞれのこの、例えばこの看板のところと僕の顔のところ、光のその量っていうのは微妙に違うんですけど、
そのコントラストを変えるっていうことなんで、こう変わるですね。あ、こっちはね、光じゃなくて色ですね。光というよりは色。こう色が濃くなるのがわかりますかね。うん、まあ、ここも僕もあんまりいじらないですけど、でも写真によっては、ここをいじると良くなることもあるので、どういうことかっていうことを覚えておくために説明しますね。で、ハイライトっていうのは、光の量の多いところ、特に多いところ。これ厳密に言うと、光の量のこういうところっていうね、ルールがあると思いますけど、基本的に簡単に言うと、光が多いところ、明るいところが、こう暗くなったりとか、明るくなったりすると。この白いシャツのところを見てもらうとわかりますけど、白いシャツがこう真っ白になったりとか、こうちょっと暗くなったりするでしょ。一番スライダーを右にすると白飛び気味なんだけど、どんどんこういじっていくと、これぐらいがいいかなって調整ができますね。で、シャドウは影のところをどうするかですね。で、この写真はデニムの撮影だったんですよ。だからデニムがこう見づらいでしょ。この写真だとね。で、デニムが見づらいんで、これ影ができてこう見づらくなってるんですよ。だからこうシャドウを明るくしてあげる。なくすってことですかね。そうするとこう見えてくると。もうこの時点で、この左と右の写真は全く同じデータなんですけど、もう全然変わってきてるじゃないですか。ね。で、白レベルっていうのは、白い部分、白に近しい部分が明るくなったり暗くなったりするということですね。ここもでもほとんど使ったことないですね。黒い部分。ちょっとシャドウと似てますけどね。厳密にはちょっと違います。ね。シャドウっていうのは光が当たってないところなんですよ。だから影ができるんですけど。例えばこういうところも黒いじゃないですか。ね。黒い部分。黒っぽい部分。色がついて黒っぽい部分をここでいじれるっていうふうに思ってもらえる。いいですね。シャドウは光の少ない部分を明るくするか暗くするかです。ね。で、明瞭度っていうのは、これは光の、おそらく光の量の違うところの、コントラストだと思います。上のコントラストは色だと思うんですよ。これ、どうなんですかね？この差が、ほぼ使わないので、この両方。気持ち悪いですね、あまりいじりすぎると。これね、多分こう HDR っていう写真がどういう写真かっていうと、まず、コントラストをすごく強くする。で、明瞭度もすごく強くする。もうギンギン強くなるでしょ。で、サイドもちょっと強くするんですよ。ほんのちょっと。で、ちょっと暗めでしょ。だからちょっと明るくしていくと、こう、ギンギンの写真になると。あんまり好きじゃないですけどね、この写真。これ HDR。で、あ、ここでね、一つ覚えておいてほしいのが、キーボードの操作で、Mac だと、コマンド Z。Windows だと何だろうかな。コマンド Z を押すと、やり直すんですよ。要は、前の段階に一個戻るんですよ。で、この、コマンドを覚えておくと、いろんな操作を臆することなくやれるんで、上達が早いので、これはコマンド Z を一番最初に覚えてもいいくらいですね。で、コマンド Z を押しますよ。一回押すと、もう変わってきますよね。元に戻っていってます。僕が HDR はこうだよっていう前の段階まで戻そうとします。あ、これ前の段階戻ったかな。ほぼ戻ります。あ、もう一個コントラストが今効いてるから、もう一個戻す。これで元戻りましたね。これコマンド Z を、5回押して元に戻したんですけど、コマンド Z 覚えておいてください。今回の動画はコマンド Z を覚えただけでもだいぶ収穫はあると思います。はい。で、明瞭度の発明しましょう。霞の除去っていうのはね、これね、これがこう変わるんですね。霞っていうのはおそらくこういう状態。これはね、光が
レンズに当たってるときなどに直接当たってるこうなるんですよね。これを除去する。僕もほとんど使ったことないですよ、これも。光がレンズに当たってるってことはほとんどないから。ね。除去するってこういうことですよね。こういう、ちょっとこういう状態になってるのをこうするということですね。で、自然なサイド。で、下にもサイドがあって、両方こう、色の鮮やかさを変える、項目なんですけど、自然なサイドの方が、自然な感じで、変える感じですね。まあ、マイルドっていう風に覚えてくれ。マイルドめに変えるっていう風に思っててくれればいいと思いますね。はい。で、下は結構どぎつく変えます。ギンギン見えるとこうなります。ね。はい。で、ここで一番上に戻ります。で、この色温度。色温度っていうのは、カメラって、やっぱり人間の目には追いつけないところがあって、例えば、蛍光灯の量によっては、ちょっとこう、今わざといじりますけど、これ青っぽい映像に、ここまではならないな。これぐらい。ちょっと青っぽい映像が、写真が撮れたりすることがあるんですよ。これ青かぶりって言いますけど、これを、色温度を変えてあげることで、あ、これぐらいだよね、普通は。っていう、色かぶりを取る。で、逆に、黄色っぽい電球だと、こうなったりするんですね。で、これも、こう戻してあげると。ね。ということができる。で、色かぶり補正っていうのは、これは緑かぶり、赤かぶりっていう言葉があるんですけど、ここちょっと緑っぽい写真が撮れたりとか、これホワイトバランスがうまくいかなかった時にこう撮れますね。逆にこう赤っぽい写真が撮れたりとかすることがあるんですよ。それを直すための項目です。ここまででね、だいぶいろんなことができると思いますね。で、大きく変えることの一つに、ここの四角のマーク。これがトリミングをする項目です。トリミングっていうのは、例えば、極端に言うと、この顔立てにしちゃうとか、ね。バストアップにしちゃう。とか、ね。これもね、コマンド Z で。戻せますかね。で、もうちょい、まあ、この看板が、このコーヒーショップの看板が、ちょっとうるさいなと思ったけど、看板を避けるようにして、ちょっと人物を右に寄せた写真にすることもこうできます。ね。はい、で、この、縦横比が、まあ、最初は、これ今2対3になってるのかな？縦位置だと。2対3になってますけど、これを固定したまま、この比率、大きさを変え、写真の比率を変えるときは、ここの鍵マークをロックした状態。で、縦横比を考えずフリーにやるときは、このロックを外して、こういう。長細い写真にすることもこうできます。ね。でね、写真の角度も変えることができます、ね。この、こういう、なんていうんですか、方向を変えるこう矢印が、回転をさせるこう矢印がこう出てきてるでしょ、ね。こうだとこうなんだけど、こういう外に出すとこうなんですけど、これでこう角度こう回転させられます。ね。これね、何がいいかっていうと、水平が撮れてないとき、写真を撮るときの基本のベスト3に入ると思うんですけど、水平を撮るかどうか。水平を撮るつもりなら、きっちり水平を撮らないと写真ってかっこ悪いんですよね。で、
でも水平が取れてなかった場合、ちょっとこれ微調整でこれで。あ、これで水平かな。ね。ということができます。角度がね、ちょっと今変わってるのがわかるかな、うん。はい。で、あとはね、このシャープを変えたりとか、暗い場所で撮った写真があるといいんだけどな。今回ないですね。あ、これなんかちょっとだいぶ変な写真。これ、緑被ってると思うんですよ。ね。緑がかってるでしょ。これホワイトバランスもおかしいんですよ。これどうするかっていうと、変わったでしょ。これが正しい。左が緑被った写真です。ね。で、ちょっと青被りもしてますね、これ。これぐらいだと思うんですけど、これはちょっと多かったです。これぐらい。ね。左と右を比べると明らかに分かりますね。こういう緑被ってる写真を見つけた。はい。ね。元の写真に戻りましょう。これだっけ？これか。こっちか。うん。これか。さっきの写真が変わっちゃったから。まあ、こっちの写真で今度行きましょう。で、一つね、このソフトで大きくできるのが、余分なものを消すという機能ですね。これブラシって言いますけど、このブラシの、これちっちゃい白が動いてもわかりますかね？これ。ね、これ。この丸が。これがブラシの大きさで、これで、余分なものを消せる。これやってみた方がいいですね。これぐらいの大きさにします。で、このコーヒー屋さんの看板が、まあ、わざとこれを生かすっていうこともあるわけじゃないですか。まあ、コーヒー屋さんの前に立ってるんだな、みたいな。でも、時にはこれが、ちょっとうるさいなって思った時に消すことができます。消すのも簡単です。こうやってクリックしたままドラッグしてこう塗っていく感じですね。ドラッグのままこう塗っていく。これマウスを動かしてこうやってやってますけど。で、この影までね、消した方がいいですね。影消さないとおかしなこと。はい。はい、これでね、なんか出てるね、ちょっと。背景に。で、これやり直しましょう。大きい丸の方がいいかもしれないですね。大きい丸作って。ドンと消しちゃう。これ白い。なんとなくこう亡霊のように出ますね。これなんで出るんでしょうね。この画像がちょっとおかしいですね。こっちでやってみましょうか。こっちで。このね、隅っこにあるとちょっとやりづらいんですよ、実は。じゃない方がいいんだけどな。ああ、例えばじゃあ、この、店内のこれを消してみましょうか。この、これがちょっとうるさいなと思ったとするじゃないですか。これを消してみます。これはね、この、他の部分の壁を、ここにコピーするっていうことなんですよね。だから、この大きさをこっから取るのは難しいんで、半分ずつ消そうと思います。こう半分こう塗って、消します。
透明度のところが僕はおかしかったですね。ちょっとおかしいです。変な操作をしました。で、あと半分消します。半分ずつで、この絵を消しちゃう。厳密に言うともっと細かく操作しますけど、簡単にまあこうやって消える、消すことができますね。で、ちょっとここに頭出てるのが嫌だなと。こう頭も消そうと思えば消せます。なんか人を消すっていうのはちょっと時々どう、なんか冒涜してんじゃないかなと思うんだけど、まあ消された人は知らないんでいいかなと思いますけど。これはね、一緒にこの枠ごと消しちゃった方がいいですね。うん、で、この枠をここにはめるようになってますかね。ちょっと濃さが違うかな。でもわかんないと思いますね。うん、ね、どんどんいらないものを消していく。この看板もちょっと試してみてやってみましょう。看板これ難しいんですよ。この写真の隅にかかってると結構難しいんですね。まず隅からこう消してあげた方がいいですね、経験上。影も。難しいんですよ。この隅っこだと思う。変な回路出ちゃうんですよね。まあでも分かんないでしょうね。分かりづらいでしょうね。まあほぼ分かんないですね。加工してるよ、どっか加工してるよって言われなきゃ分からないと思います。どんどんこう、後ろにあるものを消していく。そう、すっきりしていくんですね。この後ろの背景をすっきりさせる作戦ですね。もっと細かくやりますよ。これはもう今簡単にパッパッてやってるんで、ここの縁とか綺麗に本当はやりますけど、やるんだ。だいぶこの絵が変わってくるでしょ。ね。ああ、これ、この時計はめてるのが不適切だとか、まあ、いうことになるとするじゃないですか。時計はめてなかった方がいいなっていう時も、これうまくやれば消せます。時計消してみましょうか。時計をこう、なぞって消す。消えたんじゃないですか、うまく。ほぼ。わからないルール。段差ついてますね。もっとね、細かくやれるんですけどね。どっからこの画像を撮ってくるかなんですよ。ちょっと下。そそぼやけるかな。わかんないでしょ。時計はめてないでしょ。こうよく細かく見ると、おかしいですよ。ね、なんか、気持ち悪いでしょ。こういうこともできます。こういう線とかも消せますよ。あ、ここの線ちょっと鬱陶しいなと思ったら、こう。ね、消えたでしょ、ここの。ここも本当わかりづらいでしょ。ここの線。どうしようかなと。消せます。どんどん消しちゃいましょう。つるっ、つるっとさせちゃいましょう。自動選択するんですね。これ賢くて。でも、それだと、合わない時があるから自分で選択してあげるって感じ。下のタイルがなんか芋臭いなって思ったら
そしてダンス。わかんないでしょ。比べてください。なんか左の写真の方が状態がいいです。いじりすぎて。うん。なんでこんな風なんですか。色味がおかしいですね。何いじったかな。変な色になってますね。こっちの元の写真の方がで、これもあるか。これはなんていうんですかね。これね、顔のあたりだけ明るくするとかっていうこともできるんですよね。人物のところだけ明るくする。っていうこともできるんです。でもこれはあんまり使わないですね。まあ、これは覚えてなくてもいいと思います。使わないです。まあ、簡単にこんな感じです。もう写真の雰囲気全然変わりましたけど。元の写真の方が良かったと思いますけどね。これでいろいろいじっていくということですね。これ写真の状態悪くなりましたね。だからあんまり好きじゃないです、僕。いじるのが。で、まあまあ、これでよし、よしとするじゃないですか。だから、ライブラリーに戻って、書き出しをします。で、書き出しで、書き出し場所を選んで、僕の場合は、外付けの SSD を指定しています。で、ファイル名を変える必要があったら、ここでファイル名をこう変えます。自分の好きな。これ FADM っていうファイル名で何か前書き出してますけど。カスタムファイル名ですね。で、このビデオっていうところは関係なくて、ファイル設定。まあ、JPEG です。普通は。JPEG で、カラースペースはね、これ Adobe RGB でいいと思いますね。で、画質をどうするか。うん、まあ100にしといてもいいと思いますけどね。100にしておいて。で、ファイルサイズ。これね、どうでしょうね。カメラによっては画像がかなり重い場合もあるから、Facebook ぐらいだと 3000KB、3MB ぐらいでいいかなと思います。Twitter だと 3000KB だと弾き返すから、1980とかにしますね、僕ね。2MB未満。これ 2MB 未満にすると、YouTube のサムネイルでもいいし、アメブロの写真で使うにもいいし、さっき言った Twitter でもいいと。ね。で、画像のサイズ調整。これは何ピクセルで、幅何ピクセル、高さ何ピクセルでいくかっていうことですね。で、この、単位も変えます。インチにも、センチメートルにもできると。あんまり使わないんじゃないですかね、普通の人。はい。で、さ、こうよく文字が入ってますよね、署名が。これを入れるかどうか。署名はね、見せましょうか。このスカシオ編集というところと、いや、来ないですね。もう考えてる。ね。で、今、ここに入っている。こういう、ケンジ水口っていうのが、ね、こう入っている。で、フォント。今、バンクゴシックっていうのが使われてますけど、バンクゴシックのライト。細字ですね。で、行揃えは、ここ。一番左は左揃え。ここはセンター合わせ。中央揃えですね。これは右端揃えですね。で、文字の色。今、白になってますけど。わ、端っこ行っちゃって。
これで色を変えられると。ね、こう黒にしたりすることもできるし、赤に、これはオレンジ色かな。赤にすることもできます。これで、まあでも写真の署名はあんまり色をつけないと思うんですけどね。ほとんど白かなと。白。白で、シャドウはね、この設定がおすすめですけどね。これは覚えておいてくれたら。この設定で入れるとかっこいいです。で、透かしの効果。これ、不透明度。36。要は、ちょっと透けてる。ギンギンに、不透明度を100にすると、かっこ悪いです。ベタ塗りになりますからね。だいたいね、35から40ぐらいがかっこいいです。で、サイズは、これはもう自由ですね。僕は今9という大きさでやっていて。で、1は、今、左の、ここで今設定しますけど、この右にしたりとか、この真ん中にすることもできます。ね、いろんな位置に変えられると。で、右にしたとして、ね、この位置、表示されてるでしょ。もっと大きく表示しましょう。最初からもっと大きく表示すればよかったですね。ね、この位置に表示される。これを、もう挿入位置、水平位置ってやるんですけど、これを動かすことで、こう、位置を変えられます。うんね、これをいじってみてください。はい、これで書き出しを押すと、この指定した、この SSD2014 という、SSD のディスクの LR5 のホルダーの中の A715 のホルダーに保存されるということですね。これで書き出しが終了です。はい。という感じです。まあ、基本編ですね。はい。こんな感じで、Lightroom Classic CC2018 を使っての写真の加工の仕方でしたね。で、僕は普段ここまで加工しないんですけど、加工する明るさぐらいですね。明るさはちょっといじるぐらい。いじらない方がやっぱり写真としては優れてるかなと思ってるので、いじりませんけど、写真のその加工ソフトはこうだっていうことを覚えておいてもいいのかなと。例えばね、写真撮影ミスって、それが本当に大切な写真だった時に、なんとかすることができるんですよ。あれ真っ暗な写真撮れちゃったと、設定間違えて、でもこの加工ソフトがあればなんとか見れる写真にすることができたりするから、覚えておいてもいいかもしれません。で、とにかくコマンド Z です。コマンド Z が次の前の段階に戻せるっていうことを知っていて対応することができれば、常にコマンド Z を押す用意があれば、いろんなことを試せるし、どんどんこう編集する腕が上がっていくんですよ。ちょっとこれやってみようかなって、やることができるんですよ。で、失敗したら、ごめんって言って、コマンド Z、Z、Z っていう風に押して元に戻すことができるから、今回はこれを覚えるだけでも収穫になると思います。このコマンド Z は Adobe のソフト全般に、他、Mac だとね、いろんなことに使えますね。試しにコマンド Z を押してみようと思うと、あ、これもコマンド Z 効くわ、みたいな。Undo っていうのかな？ Windows 風に言うと。Undo だっけ？元に戻す。ね、やり直しが効く。人生もコマンド Z は効くといいけどね。効かないね。うん。まあ、やり直したいこともあんまり僕はありませんけど。人生のコマンド Z。あったら面白いよね。あーコマンド Z ね。で、いや、話の途中なんだけど、 Adobe の今回は Lightroom で使ったんだけど、イラストレーター、Photoshop、プレミアプロ、あと何があるかな、まあ、いろんなソフトあるじゃないですか。 Adobe のソフト、いろいろなことに使えるので、アニメーションやって
アニメーションも使えるね。アニメーションソフト。今アニメーション僕作ってますけど、うん、そういうソフトでも使えるので、コマンド Z を今回は覚えておいてください。八王子はね、ずっと午後になってから大荒れで大雨になってますけど、いいおしめりかと思いきや、なんか八王子ちょっと洪水というか道路冠水しちゃったりして大変なところがあるみたいなんですけど、こういう雨の時にね、今日雨降るって言ってんのに傘持っていかないで濡れてる人とかいるでしょ。やっぱもうちょっとね、しっかりしてもらいたい。雨濡れちゃって大変ですっていうニュースをさっき下に行った時にテレビでやってましたけど、いや今日雨降るって言ってたじゃん。うん、人災ですもん、ほぼ。だから大雨降る、台風が来るっていうことが、地震はわからないけど、台風なんかはわかるんで、備えてください。あ、こう。で、備えた上で、もし、ね、自分が住んでるところがこうなったら、じゃあどうしようっていうことを、2プランぐらい考えておかないと、人間だから、頭いいんでしょ。考えてください。ああ、避難しましょう。避難場所は近くの学校だよね。でも学校もどうかっていうこともあるよな、みたいなことも考えておくんですよ。そしたら、じゃあ、隣の県のおばあちゃん家に行こう。あそこだったら丘の上にお家があるからとか。もうよーく考えて。ね。で、台風が来る前にガソリン入れとこう。ご飯買っとこう。食料買っとこう。って、やればいいと思うんですけど。やんない人が多いんでしょうね、本当に。なんでしょうね、僕には不思議でしょうがないですけど、本当これを見てる人は気をつけてください、ね、また台風が来ますからね。関東に来るか東北に来るか、また関西中国地方に行く可能性もあるわけだから、じゃあどうしようかなみたいなことを考えてね。で、仕事がとか勉強がっていうことも関わってくるでしょ。そしたら今台風が来てない状態から、じゃあちょっとこれやっとこうかってやればいいだと思うんですよ、ね、備えてください。僕がボーイスカウトにいるときに一番最初に教わったことは、備えよ常にっていうことでしたからね。備えてください。そういうことで、また